ゴロンゴロ保全地域は、タンザニアの北部にある自然保護地域。最も近い都市アルーシャから西へ 180km にあり、北西のセレンゲティ国立公園に隣接する。ゴロンゴロは、マサイ語で大きな穴を意味する。ゴロンゴロ地域には、ゴロンゴロオルモティエンパカイという3つのクレーターが並び、これら活動を停止したものも含め9つの火山が分布する。 ゴロンゴロクレーターは300万年前にできた火山のカルデラに広がる盆地を指す。外輪は南北1 6トル、東西1 9トルと世界有数のカルデラである。中央には湖が存在する。人類発祥の地と目されるオルドパイ渓谷がこのクレーターの西にある。ゴロンゴロの外輪は標高2 4 0 0ルであり、カルデラ内部の平野と比べて高い。 このため、カルデラ内部は外部と遮断されており、このカルデラ内に生息する大型動物のほとんどはカルデラの外に出ることはない。周囲と隔離された生態系が形成されるに至った。しかしながら、キリンやインパラ以外の東アフリカのサバンナに生息する動物はほぼ観察することができる。ムゴロンゴロクレーターのパノラマ写真200年前に移住してきた。 マサイ族が暮らしており、2000年代において約4万2000人が牧畜を営んでいる。このことから、タンザニア政府は、あえて、ムゴロンゴロ地域を国立公園に指定せず、保全地域として管理している。1979年に自然遺産として世界遺産リストに登録され、2010年に複合遺産としての拡大登録が認められた。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。